傍聴交通は、記号萩号は、かつて、山口県山口市と萩市を結んでいた特急バスで、ある。本項目では、派生系統である。スーパーは、技号についても記す。本路線は、1971年3月より、運行開始された国鉄バス傍聴線の、萩観光特急便が前身である。運行開始当初は、豊富駅から、 山口駅を経由し東萩駅を結ぶ季節運行路線であった。1975年3月10日の山陽新幹線博多開業に伴い、国鉄バスでは新幹線の時間短縮効果を山陰地区にも波及させるべく、小郡駅の新幹線口へのリレーレイを行うことになった。小郡駅は傍聴交通の営業エリアであったことから、特急便については、 傍聴交通と、相互乗り入れを行うことになり、特急便の運行が開始された。萩号の愛称もこの時に設定された。この時、小郡駅萩市内間を乗車する場合については、バス指定券制度を導入、新幹線の特急券と同時に、萩号の乗車券も購入できるようにした。途中停留所からの乗車は、空席がある場合に限られた。 2010年現在は指定席制度は導入されておらず、全席自由席であるが、時刻表などに座席指定が不要である旨が突起されたり、一部インターネット時刻表検索にも表示されているのはバス指定券を必要とした当時の名残とも言える。乗車券は新山口駅新幹線口、萩バスセンター、東萩駅で発売する。中国 JR バスと 傍聴交通で経路が異なるが、新山口駅新幹線口、萩バスセンター、東萩駅の乗車券に限り共通乗車か、途中停留所で下車する場合は、それぞれの会社の乗車券を購入するか、現金による乗車となる。その他、山口県共通バスカードが利用できる。中国 JR バス担当便については2021年3月を、メドに IC カード、アイコカが、 利用可能になる予定。2015年1月11日から、スーパーは、技号が運行されている。2015年の NHK 大河ドラマ、花もゆにちなんで、旧萩市立名林小学校体育館に、大河ドラマ館が設置されるのに合わせ、新山口駅と萩、名林センターを、ノンストップで結ぶもので、バスカードや、通常の萩号の回数券は使用できない。 当初は1年間の期間限定運行の予定だったが、花森放送終了後に、大河ドラマ館が、萩、世界遺産ビジターセンターマナビ社に、リニューアルされたのを受けて、運行を継続している。2016年10月1日の中国、JR バス傍聴線の路線再編により、同社運行便を、新山口駅湯田温泉、山口駅、ミニ特急便と、湯田温泉、山口駅萩、 メイリンセンター普通便に、系統分割し特急、萩号を廃止。萩号は、傍聴交通便にのみ付与されることとなった。2017年10月1日、傍聴交通のダイヤ改正に合わせ、萩号の運行終了と、スーパーは、義号の増便が発表された。新山口駅東萩駅間の一般道経由路線については、傍聴交通の普通便が残るものの、 都市間輸送については、スーパーは、記号にシフトすることになる。青い線が、JR バス中国傍聴線大団色の線は、特急は、記号路線灰色の線は、JR バス秋吉線太字は停車停留所。1984年の時点では、国鉄バス6往復、傍聴交通9往復の、計15往復が設定されていた。このうち3往復は、冬季運休となっていた。 国鉄時代、国鉄バスでは三菱不装 B905N を7台導入した。全中比でハイワックシート装備の観光タイプ車両であった。傍聴交通では近鉄バス貸切車を譲り受けして使用していた。中国 JR バス、ハローキティ新幹線ラッピングバス JR バスは長く、三菱不装、エアロバスを専用車として用いていたが、近年車両更新を行い進む RHD が、 主に用いられていた。2015年1月からは、全便が傍聴線普通便と共通運用となり、イスズ・エルガなどの2度は一般路戦車が用いられる旨がリリースされている。なお、スーパーは、技号には、従前の高速タイプの車両が用いられている。ハローキティ新幹線の運行に合わせ2018年9月6日から、ハローキティ新幹線ラッピングバスが運行されている。 傍聴交通は貸し切り車両の路線転用車などが担当している。近年車両運用の関係で傍聴交通でも一般路線車が運用につくことがある。スーパーは義号には専用のラッピング車両を優先充当する。ありがとうございます。